どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのウクレレで楽しく音楽できちゃうよということで、日々レッスン動画公開しております。ぜひ皆さん音楽始めていきましょう。さあ本日もこのガズモデルウクレレと初めてウクレレを使いましてレッスンスタートしていきます。初めてウクレレ Amazon でも購入できますからね、ちょっと探してみてください。さあ今日のレッスン課題曲をご紹介します。今日はですねアニソンいきますよ。ドーン、こちら、スティーハンターのエンディング曲だった TM ネットワークの Still Love Her。これね、めちゃくちゃいいです。不思議なね、ちょっとゆったりしたふんわりした感じなんですけどね、もう独特のあのシティハンターのね、なんか世界になぜかこう合っちゃう、気持ちよく歌っていきたいと思うんですけど、この曲ですね、すごくね、大きな仕掛けがしてあって、転調といってですね、途中で帰国のキーというのがドンと上がるんですね。これをですね、ウクレレでやろうものならちょっとかなりね、難しくなるはずなんですけど、今回ね、いつものように2バージョンやるんですけど、最初の初心者さん向け超シンプル簡単アレンジは、もうあえて転調なしの超簡単版でいきます。こっちはね、ちょっとオリジナルアレンジですけど、転調なしなんですけど、この転調するっていうところでこの曲結構かなりのね、こう、雰囲気高めてくれるところがあるんで、かっこいいバージョンは転調ありでやろうと思います。そこで登場するのが、この動画、ちょっと前にガズレレ YouTube に取り上げた、指カポを使うっていう方法をちょっとご紹介したいと思いますね。はい、いつもの、今も言いましたけど、今日2つのバージョンです。最初はさ、今も言ったように、初心者さん向けの転調なしの超シンプル簡単バージョンゆっくり見てやります。後半は、独特のこのビートリズムキープも肝心のねミドルテンポの曲で、転調あり指カポバージョンのかっこいいバージョン、これ必見ですからね、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってね、聞くのも最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、どんな方でもあっという間にできる、もうガズレレならではのもう最高レベルに簡単ですぐスタートできる、プログラムがあります。私もできるかな、私不器用だけどという方もすぐできますからね、概要欄にそのねガズレレのプログラム、初心者プログラム貼っとくんで、ぜひウクレレ始めてください。そこでちょっと練習していただいて、いろんな曲挑戦していきましょう。このガズレレ YouTube ではもう2000曲近くの課題曲を取り上げております。なんでどうせ練習するんだったら皆さんの好きな曲でやった方がいいと思いますから、皆さんの大好きな曲スペースガズレレというような感じで YouTube で検索するとレッスン動画出てくると思いますよ。楽しく音楽をやっていきましょう。そういうわけでじゃあ進めてまいりましょう。今日のレッスン、シティハンターのエンディング曲 Still Love Her、 ガズレレ超シンプル簡単アレンジ転調なしのバージョンです。簡単コード出てきますから大丈夫です。はい、まずは簡単バージョンやってみる。 1,2,3,4 and
ネットワークの Still Love Hearts T Hunter のエンディングソングやってみました。独特のね、ゆるい世界観なんですけど、ちょっと切ない歌詞の内容とか、なんかほっこり感もあって素敵な曲です。思いっきり歌っていきましょう。今のガゼレレアレンジはですね、オリジナルショートカットアレンジでございましてですね、あのエンディング、アニメのエンディングと映画のエンディングの時はですね、このぐらいの長さで終わってるんですけど、オリジナルのエンディングみたいなのをラララでちょっとね、最後付け加えてみたというね、ガズのオリジナルアレンジなんですけど、フルコーラスやりたい方はコード書いて、2番というか、そう、次歌詞を書いてですね、いずれ、挑戦してみてもらいたいんですけど、今のね、簡単アレンジバージョン、転調なしでだったんですけどね、この後半のかっこいいバージョンでは転調やりますからね、まずはこれで曲の全体像を掴んでいただくのが、いいんじゃないかなと思います。コードはですね、結構シンプルコードで、5つでしたね、コード。入門コード5つなんで、これはね、初心者の方も取り組めるいい曲だと思いますよ。はい。まずはですね、今やったガズの簡単バージョンの動画に合わせて練習していただいて、コードと歌詞出てますからね。で、ある程度練習して、1個目のゴール設定としては、簡単版のガズさんと一緒に合わせてできるようになったら、もうバッチリ、1個目のゴール達成おめでとうございます。できるようになった方は次のステップ行きましょう。次のステップってのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに、皆さん一人で演奏してもらう。これがね、いいと思いますね。なんだけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するのは難しいと思うんで、最初のじゃあ楽譜を見てですね、まず楽譜練習。で、何回もやって、いずれ覚えちゃって、それこそこの歌詞の中にもね、冬の日差しを受ける公園を横切って、まさに今歌いたい公園に行って、こうやってね、大空を見上げながら歌うみたいなのは素晴らしいと思うんですけどね、まずはでも楽譜練習。楽譜ってでもどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はこのガズの手書きノートに、書き込んだ楽譜を見て、演奏していきました。はい、これです。ガズが今書いた、ガズの演奏は今のこのね、楽譜を見てやったんですけど、もうちょっとしたらこんな感じでカメラに大きく映そうかなと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたスティルラバーを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた、山のような膨大なね、楽譜リストがあるんですよ。その中から毎月5曲、皆さんがこれやりたいな、これ面白そうみたいなお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしていただいて、すぐ練習入っていきますよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブにはですね、楽譜のダウンロード以外にも楽しいコンテンツ盛りだくさんなんです。まずはですね、毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーが参加できる、ガズオンというですね、オンラインライブセッション大会が毎月2回行われているんですよ。課題曲を見てみんなでワイワイ世界中で盛り上がる、これ最高な体験でございます。そしてね、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあったりとか、皆さんの演奏動画をアップロードできる Facebook の非公開ページ、そこでもいろいろね、スタッフとか僕の、投稿があったりとかしてね、かなり面白いね、村、オンライン上の村みたいになってますんでね、ぜひ概要欄に貼っておくんでチェックしておいてください。あとこのね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学は今ね、見ていただいている YouTube のメンバーシッププログラムというのを使ってまして、毎月590円で週に2回の、毎週2回のライブ配信による濃厚解説レッスン、みんなでチャットでリアルタイムでやりながらやってます。課題とか課題曲を決めてみんなで深掘っていくんですけど、これ大学なのでね、かなりね深いとこまでやっております。16ビートぐらいができるようになって入ってくれた方が面白いと思いますよ。こっちも概要欄に詳細貼っとくんで見といてください。そしてガズさん、毎朝7時半からラジオ配信やってます。スタンド FM というアプリで、どなたでもいつでも無料で聞ける、めちゃくちゃ役に立って、ものすごく楽しい、そしていい話満載のラジオ配信、ガズラジ。皆さんぜひこれも聞いてください。365日やってますよと。はい。今ご紹介したこの3つのコンテンツ概要欄に貼ってあるんで、ぜひ見てみてください。さあ、それでは楽譜を見ていきましょう。Still Love Heart Team Network City Hunter のエンディングソングです。いや、見ていきましょう。イントロですけどね。これ、コード、嬉しいコードですよね。この入門コードでこれまずアレンジしてるんですけど。これちょっとここかけるよってことになってるんですけど、かっこいいバージョンはこれ4回やりますが、今やったシンプル簡単バージョンは、かける2ですね。このイントロの感じはね、皆さんちょっとお好みで、やってみてください。はい。で、この A メロもね、嬉しいことに見てください。ずっとこのコード進行、ここは、本当初心者入門コードですから、これ嬉しいですね。で、ここのね、後半のところでこの Em7 とか Dm とか出てくるんですけど、まあ、基本的には簡単コードでできますよということで。で、ちょっと注目していただきたいのはですね、ここ、くるっと囲ってるとか、ここタタタ、こういうのはかっこいいバージョンで、ここでちょっとね、表現を変えていくとコードが違ったりしますよということでございます。で、さっきから何回も言ってるように、ここの2番なんですけど、ここ。ここね、指カポプラス1って書いてあります。ここも指カポプラス1。これほんと転調というエリアで、かっこいいバージョンではここ。
ちょっと後で説明しますけど、ちょっとね、高難度になりますよ。シンプル簡単バージョンはここに書いてあるコードを、同じように、1番と同じように弾いていったということなんで、大丈夫だと思いますが、一応こう映しておきますね。はい。まずこんな風に 1番の前半のところ。はい。で、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズレレノート、ガズのノートのね、データダウンロードめちゃくちゃ有効です。この、歌詞の上に V とか点が書いてあるじゃないですか。これが言葉のリズムが分かるんですよ。こういうシンプル曲だけど結構リズムがね、面白いですよ。歌を聞かせたがあった愛を、こんな風に、この点と V で、V は休符、点はそのオンタイムで言葉が乗るということです。あと歌詞カードには出てない思いがとか伸ばすところっていうのは歌詞カードには出てないですから、ね、あとこのブロックに対する位置関係もすごく参考になると思うんで、ガズクラブに入っていただいて、この楽譜ゲットもめちゃくちゃ有効だと思います。まず1番の前半まで一時停止で書いておいてください。はい、OK。で、ここが、まあ、Em7 とか出てくるこの2行ですね。ここちょっと変化があるところでございます。はい、いいですか。で、ここが2番なんですけど、今も言ったように、シンプル簡単バージョンではこの表記されているコード。かっこいいバージョンではちょっと仕掛けをやりますと。はい。そして、ガズレレオリジナルアレンジとして、ここのラストっていうところ。このララ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 ラ、これ、をですね、エンディングとして、ガズがオリジナルで付け加えたんですけど、はい、ここをかける4回やりました。ですけど、これね、後半やるかっこいいバージョンでは、ここ、あえてまた普通のキーに戻りますからね。ここがポイントです。ここの2番のところやって、ここでまた戻る。ここの転調の差を感じてもらうっていうのはね、この最後エンディングをつけた特徴でございましたと。ということが、これでガズレレオリジナルアレンジの Still Love Her でございました。コード見ていきましょう。この赤く囲ってるやつはちょっとこう隠しておきましょう。後半やるかっこいいバージョン。今やったのはこのコード5個です。C、F、G7、D マイナー、E マイナー、7。これは嬉しい入門コードですね。これね、たった5つでこれができるなんて素晴らしいです。はい。今映ってるこのコードはですね、ガズレレでは超入門コードのグループ、これ。ガズレレ必須コードのグループのメンバーです。このガズレレ必須コードって一体何かというと、このちっちゃいクレイで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個もあるのか多いなと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単。だけど一品ドンと10個覚えようと思うと頭がごちゃごちゃになっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にすごいね、スイスイ覚えられるもう最強の動画を撮ってます。概要欄にそのね、ガズレレ必須コード解説動画の URL 貼っておくんで、そこで楽しくコードを覚えちゃいましょう。とはいっても今日5つですからね、これはまで、初心者さんでもいけるやつですから、トライしてみてください。じゃあここからかっこいいバージョンの歌詞どんどん入っていきましょう。かっこいいバージョンですはですね、まあ、コードがちょっと変わるっていうことなんですけど、まず1個はこの C サス4というコード1回だけちょろっとだけ入れたい。これ簡単なんでちょっとやってみてください。これはどこで出てくるかというと、もしあの時が古いレンガの街並み、このちょっと変わるところで一瞬だけ入ります。これが結構味が出すコードなんでね。はい、これを取り入れるのと、で今日一番ね、あれなのはそのね、転調があるって話をしたんですけど、コードネームで言うと C シャープ、F シャープ、G シャブ、G7 シャープってことになるのかな。はい。これあんまりコードネームで言うとややこしいんでね、指カポっていうのをちょっとね、この後紹介させていただこうかなと思うんですけど、まず最初リズムいこうか。はい。今日出てくるリズムはこれです。8ビートと8ビートのチャ。この2つのリズムを織り交ぜていこうと思います。といっても、イントロで、最初の出だし、優しい8ビートから始まって、本編もずーっと淡々とした、このちょっとミドルスローテンポの8ビートのチャで、こう淡々とした感じをちょっと表現したい、していこうかなというふうに思ってます。はい、今映ってる吹き方。これはね、ガズレレのリズムではもう典型的なリズムなんで、ぜひマスターしてほしいんですけど、弾き方解説、概要欄に貼っておきます。ウクレレでできるリズムのいろいろという、ホームページの1枚で、それぞれのね、濃厚解説レッスン動画がアップロードされてますんで、8ビートで8ビートのチャ、ぜひマスターしてね、やってみてください。こんなリズム。これがドラムのスネアとパッとチッとパッと、こういうね、打楽器の要素を加わってかっこよくドライブ感を増してくれるといういいリズムなので、これはぜひマスターしていただきたいなというふうに思います。で、曲はね、まあほんとぶっちゃけめちゃくちゃシンプルな曲で、コードもすごくベリーイージーなんですけど、今日はやっぱ突筆すべきはこの転調です。どういうことかというと、途中でね、キーが上がるってのはどういうことかというとですね、今 C ってこうじゃないですか。で、一個、キーを上げたいんです。そうしたらどうするかというと、よく、登場するのは、こういうものがありますね。カポタスト。これ何か、これ分かんない人はちょっとね、後でちょっとまあ紹介しますけど、ここにこう、はめるんですよね。はめるの。そうすると、
ここの白いところがここになったよって扱いで、 C がここ、そうすると今半分上がったってことですね。今意味わかります？これがね、まあキーを転調ということなんですけど、 C ってこうじゃないですか。なんですけど、この白い棒をこう自分の人差し指だと思ってください。で一個こっちにずらすとね、音程って上がってくるからね。一個ずらしたいなと思った時にはどうしたらいいかというと、この形のまま、こうすれば一個上がりますよね。これを指カポと言います。これを指カポって言います。これのことを解説している動画、最近上げたばっかりですが、この動画、ぜひこれを見てですね、C と F と G7 の指カポ1しか今日出てこないんで、トライしてみましょう。そうするとどうなるかというと、C はこうなりますよ。C はこう。わかる？人差し指で1フレット全部押さえてる。これ結構難しいよ。C。で、F はこうです。はい。OK？OK？、OK? OK? わかるよね？で、G7 はどうなっていうと、こことこことここと、ここなんですね。はい。わかる？こことこことこことここでしょ？はい。で、G7 の場合、人差し指全部押さえなくても、ここ1本だけでいいのはわかりますね。こっちで押さえてるからね。この辺の指で。はい。これが G7 シャープですね。これでやってみます。C シャープ、F シャープ、G7 シャープ。はい。このことについて、今も何か見ますけど、この動画でめちゃめちゃ詳しく解説してるんで、概要欄に、これ、指カポって言います。リンク貼っとくんで、ぜひトライしてみてください。これ結構難しいけど、いいトレーニングになると思います。ちょっとその切り替わりのところをやってみましょうか。染まることができてのところからいきます。ちょっと雰囲気が変わるところの一番の最後。1、2、3。染まることができて、いたら君を離さ。はい、ここですよ。一個上がる。冬の日差しを受ける公園を横切り。わかります？ほら、CCC なったでしょ。さっきまでここ弾いてたのにこうなってる。この一瞬ちょっとキーが変わったの分かった。もう一回ちょっと同じとこやってみます。見ましょうか。染まることができて。ふわっとこう転調し、上がったでしょ。ちょっとこうモードが変わったとか、これが転調です。はい。これで指どうしても難しいという方は、その一瞬の隙間に2番が始まるときにここにサコッとこれをはめれば、これ C で、こういうできるんですけど、これはなかなかね、こういう技はあるかもしれない。こういうところにカップを挟んどいて、せーの、染まることができて。1,2,3,4 冬の日差しを、こんな風にはできるかもしれないですけど、いやまあでもちょっとできればね、カポをこれは瞬間芸ではちょっと無理だと思うんで、この指カポをぜひこの曲でトライしてみてください。これ1フレットってのはまた押さえづらいんですけどね。はい、これもまあ一個の経験というかですね、まあまあやってみたらこの奥の深さがわかると思います。はい。そして曲の中の解説なんですけど、途中でツタタタタタとかこういう風に書いてあるやつがあるんですよ。例えばこの A メロの一番最後のとこ、僕がここにいるわけさえもみたいなところでこういうタタタってなるんですよ。これはね結構簡単なんで一応解説しとくと、せーの、僕がここにいるわけさ、この後ですよ。はい、ツタタタタタタタ、こんな感じです。チャッタ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 、はい、これはガズレレではよく出てくるアレンジです。次のブロックに行くときのおかずと言われますけど、そこで盛り上がっといて、ドーンと次のバースに入っていく。こんな感じでね、いろいろこう盛り上げていければなというふうに思います。やっぱり今日はやっぱりね、その演奏という演奏面といえば、この転調の指カポ1がですね、強烈な多分皆さん体験をすることになると思うんですけど、まあでもとはいえ、その指カポ1で、やるところは C と F と G7 3つだけの、1フレットのカポの要は転調なんで、まあまあできると思いますね。はい、いい機会、こういうのでものにしていきましょう。さあ、あとはシティハンターの世界観をこう頭に描きながら、この曲の持つですね、歌詞の世界観とか、ちょっと切ないんだけど、なんかこう情景が想像できるような、いいですね。そんなもん頭に情景をこう、感情表現、音楽は感情表現ですからね、歌を真ん中に置いて、リズムを楽しみ、こう淡々としたリズムをこう楽しみながら、乗りながら、クリエーションしていきましょう。さあ、それでは一気に行ってみましょう。Still Love Her ガズレレ流、かっこいいバージョン、やってみる !1,2,3,4。
スティーハンターのエンディングソングやってみました。やっぱり8ビートになるとこのね、こうビート感が高まるっていうんでしょうかね、このノリがこう、まあ、生まれるっていうのと、あの転調です、指カッポでパッと変えるのなかなか難しい。で最後また戻る時になんかまたふわっと不思議な感じをちょっとご体感一致していただけるんじゃないかなと思います。今日みたいに指カッポ1初めて登場、曲の中では登場したの初めてかもしれない。はい、ぜひ皆さん楽しくねやってください。この本の予約がスタートになりました。2月15日に発売のね、リッドミュージックから出る子供と歌おうという本です。これもうアマゾンとか書店さん楽器店で例えば大好評予約受付中、それを記念しまして3月12日は渋谷のタワーレコードでインストアイベント無料ですよ開催します。ぜひ皆さん来てください。あのね、渋谷のタワーレコードで予約してもらうといいことばっかりです。その辺のことについても概要欄に貼っとくんでチェックぜひともよろしくお願いします。2023年はガズレレがスタートしてですね、生誕10周年、皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。それを記念しましてですね、東京、名古屋、大阪で5月にイベント開催です。5月14日昼間の時間、東京吉祥寺、大阪は5月19日夜の時間帯、5月20日は昼間と夜2つ時間帯があってイベントを名古屋で行います。詳しくは概要欄に貼っておきます。ぜひ皆さんチケットご予約いただいてライブハウスでお会いしましょう。でガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このねガズピアノというのをやってるんですよ。これガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね YouTube チャンネルも、これ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね、世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれもあの YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このねアプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですねかなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから畜産も300曲400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくてかっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆スマホとかねタブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますね。ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使ってるこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子、T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。